最近忙しくて夜中3時過ぎ謎のステージをやってました。笑い。今回の日々は動画最初に表示しました。ほぼ水拳特化です。そして今回特に強いのが不安定な巻物、忍術、武器、水拳特化、どれでも相性抜群です。それでは行きましょう。ちなみに今回の謎のステージは何度も挑戦できますが、日々構成が納得いかない場合はステージ最初からやりましょう。中華場回れ。不安定な巻物と手裏剣領域にしたかったのですが出なかった笑い。これで最後だ。疾風の足と召喚は無敵になれるので使い方次第で長生きできます。影分身の術、死ぬがいい。と告知です。顔出し配信はパルム。2023年7月18日 Android 版もリリース。 YouTube リブと同時配信中。